はい、はい、キャスターのトシです。解説のスイカです。おやね、いつもはい、ウォーターワールドの、動画を見ながら解説してるんですが、スイカちゃんもいろいろね、はい、動画撮ったりやってるということで、はい、でこの前ね動画を自分で撮ったのやるので、で解説してもらいたいなと思いまして、はい、今回は僕はキャスターです。はい、そうですね。今回ヒロベさんのちょっとねご提案で私の動画を解説するっていう、はいはい、ものを持ってきました。はい、早く流してください。はい、あんま長くないんで、ちょっと止めながらとかで。あ、そうか。じゃあどういう動画？この前サイドマウントの練習をしたんじゃないですか。うんうんうん、はい。マンザモーの、まあ、マンザモー、うん、そのマンザドリームホールっていうポイントがあるんですけど、うん、まあ、そこで一緒に潜った時に横でちょっとサイドマウントの練習をしてたのを撮ってたので、ちょっとこんな練習しましたっていう動画を作りました。しばらく、はい、やってなかったのに上手くなってたね。 ありがとうございます。ウォーターワールドでサイドマウントの練習とかっていう動画がアップしてるんですけど、はい、その時より上手かった。え、本当ですか？その時より上手でした。うん、その時よりもあった。あ、じゃあだいぶ上達したんですね。うん、だからイメトレした？はい、イメトレはめっちゃしました。はい、ちょっとじゃあ実際にね見ていただいた方がいいと思うんで、はい、はい、とりあえずなんかまあ最初ちょっとイメージ持ってきたんですけど、いいですね。でも違う日の映像なんですけど、そう、はい、マンザドリームホール、はい、サイドマウント練習編、はい、いいですね。はい、一応ちょっとね見てる方にも分かるように文字入れたりとかしてやってみたんですけど、まあ、これ全然違うポイントではあるんですけど、はい、豊かなサンドの生き物は早い今回潜るのはマンザドリームホール。マンザドリームホールです。はい、そう、サンゴめっちゃ綺麗でした、ここね。はい、でもそういうの無視してサイドマウントの練習をひたすらしてきましたっていう、はい、動画になります。はい、まあ、ちなみにヒロベさん、ああ、そうですね、僕骨折してるんで足動かしてますね。動かしてますね。でもここにそう、スクーターつけてスクーターがついてるからはい、まずトリムの確認。そう、これもいいんですけど、これ、はい、ハの字に開いちゃってるんだよね。はい、そう、ちょっとね、これ一回止めてみてもらいたいなと思って。うん、でもまあ、いいんじゃないですかね。こんな感じで、うん、いいと思いますよ。後ろ開いてるし、はい、ちょっと頭上がって後ろのところの頭の位置とね、俺解説になってるね解説になってる、ね、確かにでもそやっぱね、まあ、解説していただいた方が。じゃあちょっと待ってください、解説はトシですやり直しにキャスターのスイカです。やり直しはしないよ、このまま前行くから。キャスターじゃないですけど。あ、そうですか。はい、そうですね。ね、頭の位置とフィンの位置が一緒になってるし、はい、で体がちょっと前に行って、はい、それで、まあ、ちょっと後ろ上がってますけど、そうですね、うん、いいんじゃないですか。あとはね、ちょっと横から見たらハの字になってたんで、うん、まあ、いいと思いますね。そうですね、ちょっとやっぱりこう広がってる感じが、まあ、俺もそんな上手くないので。あ、そうなんですか。それよりも洞窟の奥に行くっていうのが、はいはい、フィギュアスケートじゃないんで。ああ、はい、なるほど。はい、はい、いいと思いますよ。どんどん進めてください。はい、ありがとうございます。ちょっとね、動画短いんで止めながらがいいかなと思って。はい、でも10分ぐらいなんでしょ？10分もないんです、ないんです。本当。地形ポイントで練習。はい、ここ、ヒロベさんに連れて行っていただいて。これスネークホールですね。スネークホールですね。あ、ダウンですね。ピンが。ね、ピンがダウンですね。はい、あ、これ俺だよ。はい、ヒロベさん。ダメですね、俺。いや、まあ、足折れてる。そうなんですよ。足折れてるから、ダウンしか無理なの。最悪だね俺です、ダウンフィン。洞窟でダウンフィンはダメです。ただ足が折れてて、それでスクーターもじゃあ行っちゃうんでね。そうですね、巻き上げちゃうので。でこれ昔ね、ここ奥まで行けたんだけど、はい、埋まっちゃったの ね、結構。へえ、これなんで埋まっちゃったんですか？やっぱり長めポーってやって、もうちょっと、はい、だから台風の時でちょっと埋まっちゃったのかもしれないね。でもいいホールでスネーク。ただ ね、ここに誰かがお酒を置いて、あ、はいはい、そうするとさ、いきなりお酒があるとさ、興ざめすんだよねやめてほしいよ、ね、誰が置いたのかな、分かんないけどこうファンなのに、あ、みんなあーって言ったらお酒がドンってあるとさ、はいはい、もう興ざめなんだよねそうなんです、やめてほしいんですか
国語でも結構楽しいですよね、うん、はい、はい、結構深いですけども、はい、でもここまで来て、うん、ヒロイさんが OK って言って、そう、そうね、ここでなんか戻りよってこうサインをそう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 くれたので、はい、そうすると今度はそうそうそう、分かってますね、はい、ちゃんと戻って、そう、戻った時にこう見て、あ、自分巻き上げてなかったなと思って、うん、はい、うんうん、いいじゃないでしょうか、はい、俺ダウンキックしてたあ、これで出てきた、はい、出口、そう、綺麗なんですよね、ここも、うん、でね、いいで、ここでちょうどひろべさんがカメラを、あ、そうだ、俺がこれ撮ったんだ、なんでさ、撮った、お、はい、いいじゃないですか、見てください、いかがでしょうか、そう、ちょっとひろ、ハの字に広がってるけど、いいんじゃないでしょうかね、すごく、この時、一番こう、うん、フィンキックを綺麗にやろうと思って、うん、今これ頑張ってますね、はい、ちょっとね、こっちの方があの開いちゃってるんで、もっとちょっと締めるとね、左側ですかね、うん、あの、ハの字になっちゃってるので、ね、だから前が締まりすぎてるのか、もうちょっとこっちにずらせば、はいはいはい、あの、今こっちにやってるんだけど、ここのところがあのこっちに来るように、だからここのところに近いんじゃない、あ、だからもうちょっとこっち側にするようにすると、もうちょっとこうまっすぐになる、だからね、ここにこうついてるんだけど、バンジー でバンジーのところにここ、ね、もうすぐこっちの方で引っ掛けちゃって、こっち余裕あるからここにギュッとしちゃってるのね、はい、だからもうちょっとこっちにやるようにすると、こっちがちょっと開いて後ろがこうです、はい、後ろの、そう、このサイドマウント、上がバンジーでこう止めて、下は、うん、あのダブルエンダーでそう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 、この D 管みたいなところに止めてるんですけど、うん、ここの、そのここの紐が長いっていうのはそれもあるね、あるある、その辺をちょっと調整しながらやると綺麗に、うん、でもまあこの開くっていうのはやっぱりここが閉まっているっていうのもあるんでね、はい、うん、バンジーがきつすぎるってわけではない、まあきつすぎるとこっちギュッとくるけど、はい、でも緩やかだと今度下がっちゃって後ろが上がるから、なるほど、まあだからいろいろ試してみるのがいいね、だから動画で、はい、自分でこういうふうに、GoPro かなんか置いて一箇所でいろんな位置でこういうふうにやってみたらいいと、これね、もうどんどん洞窟行きたいから、そこはあまり気にしないですよね。下手っこなんです。はい、ということで、私がちょっとハの字になってるのを、次回からね、はい、また直していけたらとね。でもいいと思いますよ、こう、はい、キックしてそのまま行って。で、ここの先にさ、あれがいるのよ。錦アナゴ。あー、錦アナゴだったんですね。錦アナゴとチンアナゴ。はい。そうなんですよ。これでね、はい。はい、出てきました。あー、見えるかな、錦アナゴ、錦アナゴ出てる、ビビって錦アナゴ、ちょっとですね、錦アナゴなんですね、錦アナゴが、白地にオレンジのライン、あー、ほんとだ、それっぽいのちょっと見えますね、こっちの方がちょっとレア、はい、で、あとチンアナゴ、チンアナゴはもう水族館とかよくいるんで、いろんなところにね、はい、まあ、水族館で見るより海の中で実際に見た方が楽しいです、はい、ぜひ見に行ってみてください、はい、私はもう練習にはすごくいいですよ、ドリームホール、だからスネークホール、はい、スネークホール、ドリームホールの過ぎて、うん、だからね、女ポイントっていうところが、はい、この前ぐらい出したポイントがね、あの、洞窟ではないんです、はい、クレパスだから、そこを洞窟に見立てて練習するとすごくいい、だからそういうところで、あの、洞窟のトレーニングするといいんじゃないかなと思います、はい、今そのいっぱい練習ができる場所ですね、うん、はい、ね、このあとちょっとフィンワークの練習をこそこそとやってました最初はあのこのターンするやつですね、そうそう、ヘリコプターターン、ヘリコプターターンはっていうんですか、両、はい、あの片足だけでいける、あ、そうなんですか、そうそうそう、こうやって両足じゃなくて、これ今体ねじって曲がってるけど、はいはい、こうまっすぐ行っただけで、でこっちだけ煽り足するのよ、片足でいいんですね、そうそうそう、そうするとぐるーっと回っていくんで、そっか、私両足でいつも、うん、まあ、俺も両足、はい、あの、まあ、周りではいいんだけどさ、はいはいはい、うん、ってことで、本当は片足で、うん、やった方がいいらしいです、はい、でもまあ、できてますね、はい、はい、この時流れがあったんで、ちょっと難しかったんですけど、ね、はい、この後が後ろに下がるやつをやってみたんですけど、うんうん、まあ見ていただければ分かると思うんですけど
どんどん、うん、上に上がっていく上がってっちゃう上がってっちゃう上がってっちゃってますねこれ。俺ね今これができない。あ、そうなんですか。あの足が降りてて、はい、こっちに上げられないのね。ここがこう上げられないので、上げられないからこれできないです、だから俺足もちょっと、あ、なるほど。でも上には上がんないけどね。なんかコツとかあるんですか。コツは、はい、あのとにかくゆっくりで溜めて、だから逆なのね、煽り足の、はいはい、でこういう風にして、でここで開いたらこうゆっくりこう開いてうってやっちゃうからなって、こう開いたら落ち着いて、そういう子でヒュッ、あーで落ち着いてやるんですよ。でヒュッていったらここで慌てて元に戻そうって言ったら逆切っちゃうんで、あヒュッていったらまたここでゆっくり戻して前に、あ、後ろにやって、それでゆっくり開いてキュッそういう風にするとバック品はできます、ね、はい、やってみます。あのちょっと流れがあるところとか洞窟とかで、あの流れてそれで、はい、あの着底しちゃいけないので、ちょっとずつ進んじゃうと、はいはい、あのダメなので、うん、それでそういう時にあのラインとかつけたりする時にバック品でちょっと調整したり。あ、なるほど、必要なテクニックですね、はい、ちょっとバックはもう少し練習します、はい、どんどん上に上がっている。ほら、そうね、上に蹴っちゃってるからまた、あ、本当ですね、うん、ちゃんとこう、あとそう、レギの交換も久しぶりだったんで、ちょっと本当に多めに何回か練習してたんです。えらいね、練習、はい、なんか両手でいつも簡単だからやるんですけど、うん、まあ、片手でやっぱできないとダメかなと思って、これちょっと片手で練習してるところですね、はい、ね、あ、そうそうそう、やっぱり片手で練習できるのはいいね。はい、ちゃんと片手でですね、はい、いいんじゃないでしょうか。逆もこの後ちょっと練習してみます、うん、あ、そう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 、しかし揺れてますね。でも自分で撮りながらやってるのがすごいよ。ああ、そうですか、うん、でも、はい、上がってってる、上がってってないか、ちょっと多分画角がこう動いちゃったんですね。だから撮りな が,、はい、ながらだからね。すごいね、ミスってますね。これ なんで吹いちゃうかわかる。え、上向いちゃったんですね。そうそうそう、レギュレーターだから変えるときに、はい、吸ってるやつは確実にね下向けなくちゃいけないよね、はい、だから、こっちの方からやるときにはこういう風に下持ちながら、両方持ちながら、はい、こうやって、はいはい、で上からやるときは今度下にこうやって、あのもう水が入ってるから、あの新しく吸う方っていうのは上向けても苦労しないんだけど、はいはいはい、まあ苦労する場合もあるんだけど、はい、だから持ってきたのを上に向けて、そこで両方持って、それでこういう風に上向けてこうこう、はい、こうやると吸ってる方を離して下に向けるでしょ。そうそうそう、で逆の場合は吸ってる方が下になるように、このブワッとあのこういう風にやって、こっから上を向かしたので、やりながらこうやってやるといいと思います。めっちゃブローしてます、ブラー、はい、あ、ブローってドライヤーとかね。あ、はい、そんな感じです、はい、すいません。そしたら俺の自虐に一切乗らないよね。本当にそんなことないですよ、はい、はい、じゃあいいですよ、はい、でももうこれで終わりなんですよ、ね、あ、そうですか、そうそうそう、なんかさ、はい、あのこれでこの後もあのもう一回タンク、ほらワンダイビングだったから、まあ、タンク残ってたじゃない、はい、もう一回あの練習した方がいいよって言ったのに来なかったよね。え、私行けないって言いましたよね。うん、知ってる、だからそれを言ってほしかった。びっくりした。来なかったよねって言って、はい、来なかったです、はい、だから俺の骨折みたいに中耳炎も言ってほしかったの。あ、そういうことですか。そう、はい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 、あ、そうそうそう、ちょっとね耳をやってしまいましてですね、はい、無理にいろいろ潜ったら、なんかこの前耳が痛いなと思って病院に行ったら、軽い中耳炎ですって言われて。もう大丈夫だったの？ダイビングは無理しなければ大丈夫って言われて、フリーダイビングはちょっとやめてって言われてます。耳抜きがさ、しにくい人はフリーダイビング結構きついよね、
ああそうかもしれない、ね、俺は耳抜きがすごいしにくい人だから、あの一回フリーダイビングでやっても下向いたのだと抜けないから一回こうあったら顔上げなくちゃ、そういう感じなんだね、はい、そうなんです。でなのでちょっとダイビングは今週はお休みにしようかなと思って、うん、ちょっと練習できなかったんですけど、でも薬も飲んでだいぶもう良くなったので、ダイビングはぐらいです。また今度ね、ちょっと、まだいつの放送かわかんない、言っちゃいけないやつなんですけど、ロケで、スイカちゃんも僕の弟子ということで来るので、はい、あの、そこの様子とかもチラッと出せればね。あ、そうですね。はい、チラッと。チラッと出せれば、いきたいと思います。はい。じゃこれは、じゃあこういうの面白いね。ああ、ありがとうございます。何回かやろうよ。そうですね、ちょっと撮りためて。今度写真の撮り方とかやろうか。写真の撮り方、できますかね。やろうか。はい。だから説明する。ああ、お願いします。うん、あの中華ライトの、はい、中華ライトじゃないや、中華 GoPro みたいなもどきの画質チェックとかもやっちゃうか。ちょっと面白そうですね。ねえ。どんだけなの。でも俺一回買ったのね、はい、中華 GoPro みたいなの、はいはい、一発で水没した。あ、マジですか。それこの前買ったってね。そう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 、一発で水没。あ、安いものはそれだけの理由があります。はい、今回は新しい試み、やってみました。はい、やってました。だからちょっと、面白おかしくじゃないんだけどハウトゥー系で、やってみました。スイカスイカのハウトゥー。ハウトゥーなのかな。ハウトゥーじゃないね。まあいいや、練習振り返り動画、はい、そうですね。まあこの日曜日はあのスイカちゃんが出る回なので、こういうのもやっていきたいなと思っております。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。